こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているこちらの2色を組み合わせて、ポーチが、しっかりした編み地になったらバッグに仕上げていこうかなと思います。一応ちょっと大きめで作り上げていこうと思います。そこで、これがリサイクルポリエステル毛糸、スモーキービンクですね。こちらがポリエステル 100%、 70g、 165m 入っています。で、かぎ針が5号ですね。で、こういうの、こちらとグレー、アッシュグレーですね。こちら、こういうのを使っていきます。で、2本取りで編んでいこうと思います。はい、こんな感じで両方位置を用意して、どっちからでもいいんですけど、ピンクから始めていこうと思います。この糸玉の中からと外から取ってきて2本にしてました。で、これで8号で進めていこうと思います。で、今回はこちらの針も使っていくので、こちら8号を持っているので8号で合わせていこうと思います。で、横幅、から決めていこうと思います。ぐっと締めて、ここから1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、今回は鎖編みを30目で決めていきます。で、立ち上がりを1つして、裏返しにして、立ち上がりではない次のところ裏山をいつものように細編みを1つずつ取っていきます。で、1つ目ということでマーカーをつけていきます。で、最後まで同じように細編みを取っていきます。はい、こういった感じで最後の方まで細編みを編んできて、で、しっかり2本取って、一番最後の細編みの頭にもいつもと同じように細編みを取って、あと同じところに細編みを2つ入れます。1回向こう側に糸を持っていって、糸を巻き込んで細編みで、もう1個編む時からここから巻き込んで、また細編み編んでいきます。で、次のところからまた1つずつ、この糸は巻き込んで編んでいくので、糸がある限り巻き込んで編んでいきます。で、また最後まで同じように細編みを1つずつ編んでいきます。はい、こういった感じで最後の方まで編んできて、一番最後の細編みの頭に同じところに細編み2つして終わります。で、手前から向こうに最初の細編みの頭、ここに針を入れて、で、引き抜き、それで1段目完成です。で、こちら裏にしていて、表を見てスレッド編んでいきます。で、立ち上がりを1つして、ここでいいかな、これでスレッド進めていこうと思います。で、今度このアフガンフック針、ダブルフック針、こちらを入れ替えて、これで編んでいきます。で、この状態で次のところ針を入れて、糸をかけてきて、で、これでスレッド1つずつ針をかけていきます。で、ここの針に結構目が詰まってきたら、今度グレーを入れていきますね。こういう風に1つずつ取っていって、こんな感じで何目かかかったので、こちら裏返しにして、で、この棒もこういう風にスライドして、で、ここでグレーを入れていきます。で、こちら糸があるので、糸がある方に糸を当てて足していきます。ちょっと長めにしとこうかな。で、これで糸をかけて、最初1つだけこう引き抜きます。で、あとはこのグレーとピンクを新たにかけた糸でこう2本ずつ引き抜いていきます。こんな感じで、で、これの繰り返しをずっとこの最後の一つ手前まで編んでいこうと思います。こんな感じで編んできたら、今度またピンクを編んでいきます。表に返して、で、これでまた同じように針を入れて、ピンクをかけて、針を入れて、ピンクをかけて、で、これでまた同じように、何目でもいいんですけど、結構溜まってくるところまで編んでいきます。こんな感じで溜まってきたので、また裏返しにして、この繰り返しをずっと一周編んでいこうと思います。で、ずっと新たにかけた糸で2本引き抜き、新たにかけて2本引き抜き、で、またこの一番端の手前まで来たら、また表に返して、ピンクをかけてっていう繰り返しで、ずっと最後まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで編んできて、で、一番最後の細編みの頭もこうピンクで引き抜きます。で、これで一番最後のところまで一応グレーを持ってきますね。
2本引き抜いて同じようにこういう風にして、でこの状態で、で次はここあれまたグレー、あ、じゃあピンクだ、ピンクで引き抜きをしていこうと思います。ここ一番最後の目なんですけど、最初のところ、まあ次ここかな、次ここで、ここに針を入れて引き抜き、まあこれはちょっと詰まるからここは飛ばしますね。次の一つ目のところ、ここに針を入れて引き抜き、これで進めていこうと思います。で最初のところ、まあここにマーカーつけていってもいいですね。一番最初ここから始めたっていうことで、マーカーを横につけて進めていこうと思います。でこれで、あとはずっと前段のこの縦に走っているピンクを横にすくってこうやって引き抜いていきます。こんな感じで、またこういう風に溜まったら裏返しにして、でここでまたさっきと同じように2目ずつずっと引き抜いてぐるぐる編んでいこうと思います。この繰り返しで何段か編んでいきます。でまた何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。こんな感じでこれで進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできてました。で結構しっかりしてるのでバッグを編んでいこうと思います。で何セット編んだかというと 1,2,3,4,5,6,7,28 セット編んできてます。で大体こちら側から始めたので、ここで自然な状態でするとちょっと曲がってるんで、ちょっと合わせますね、こうまっすぐ行くように。でここは端なので、ここの端のところまで編んできたので、ここから8号、かぎ針の8号に変えて編んでいこうと思います。でグレーで編んでいきますね、ここから。まあ、大体どうかな、ここにしようか。一応マーカーでつけて端を決めて、ちょっと下の方に、でここまでこの何がしたいんだって感じ、これでここまで編もうと思います。ここまで編んで、でグレーを通す、一番最後ここでグレーを通したら、またこう向けて、で今一番最後一本になってる状態グレーなんですけど、グレーでずっと引き抜きで仕上げていこうと思います。8号を通して、ここから横に針を入れて、このピンクはもうカットしていこうと思います。ちょっと長めにカットして切り離しておきます。でこれで中側を裏にしているので、裏に糸を持っていって、ここから引き抜きで仕上げていこうと思います。でこれが一つ目ということで、一応マーカーをつけて進めていこうと思います。マーカーをつけて、で横に針を入れて引き抜き、ふわっと引き抜きの目をしていくと後を取っていきやすいかなと思います。引き抜き、針を入れて引き抜き、それでぐるっと一周同じようにマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周同じように編んできて、一番最後のところも横に針を入れて引き抜きで終わります。で最後と最初ちょっと近づきすぎてるんですけど、表を見て輪を大きく出して引き抜きすっきり見せて、で立ち上がりを一つして細編み編んでいこうと思います。裏から最初の目を針を入れて輪をかけて、で引き抜き、で立ち上がりを一つして、で根元からこの目を拾って細編みを一つずつ編んでいきます。で往復編みで何段か編んでいこうと思います。最初の細編みの頭っていうことで一つずつこういうふうに取っていきます。で何段か往復編みで編んでいくので、まあ何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。まあ、一応このマーカーの手前までこの一つずつ細編み編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように細編み編んできました。でまた表を見て引き抜くので、輪を大きく出して、で最初の細編みの頭裏から取って、結構ね糸が潰れやすいからちょっと編みにくいかもしれないですけど、2本取り引き抜きして立ち上がりを一つしたら、一番最後の細編み、ここがまた最初ということで細編みを一つずつして細
を返し返しで何段階でいきます。で、まあ、ちょっと思ったんですけど、まあ、ここで一回こういう風に置いておいて、で、ここ、まあ、このままでも可愛いと思うんですけど、このピンクをここで横にラインを入れていこうかなと思います。そしたら全体的にちょっとまとまるかなと思うので、ちょっとぼやけるかなと思うんですよね。このグレーグレーで、あの線だけ残る形だから、ここで糸をカットしなくてもいいかなと思うんですけど、まあ後で思うこともあって、ここでまた足していきます。足して裏に足して、どこから始めてもいいんですけど、ここはね一つできたので、まあ、一段細編みを編んでから、まあこういうところも好みになると思うんですけど、まあ、どこからでもいいんですけど、針を入れて糸を引っ掛けてきて、で次のところここ針を入れて引き抜き、で裏の糸は巻き込まないで置いていきますね。それで引き抜きして線を入れていくと可愛くなるかなと思うので、針を入れて引き抜き、この線と線の間に針を入れて引き抜き、これで一周ここまで編んでいこうと思います。はい、こんな感じで一周編んできて、まあいい感じかなと思うので、これで仕上げていこうと思います。で、一番最後は入れずにここで糸をカットして、でセット抜いて、で最初のこの目のところ下から上に針を取って、針を入れて、で針に糸を通して目を作るようにして、こういう風に仕上げようと思います。裏に持って行って、で裏で糸始末しますね。でピンクはピンクのところに全部糸始末していきます。でこれでまたグレーのところ編んでいきます。この8号で、でまた針を入れ替えて、まあ交互に往復編みで編んでいこうと思います。で何段細編み編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで結局往復編みで2段編むことになりましたなりましたねでここで一番最後の細編みの頭をまた裏から取って、ここから持ち手を編んでいこうと思います。で1周が62目で、いつもの同じ割り出し方で割り出すんですけど、62目を2分割にしたら31になって、で割り切れないんですけど、割り切れないのを真ん中に持ってきて、31を3分割にしたら10、11、10になるんで、まあ、そのまま進めていこうと思います。でここから1、2、3っていう感じで10細編み編んでいきます。で1つ目のところにまたマーカーつけていってもいいですね。10細編み編んでいきます。はい、10細編み編んできたら、ここから鎖編みでいつものように持ち手の長さを決めていきます。1、2、3っていう感じで好みの長さまで編んでいきます。はい、今回鎖編みを55目で決めていこうと思います。でこの間を今回11開けるので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11開けるので12個目、そこに針を入れてまた細編みでつなぎます。そこで1、2、3っていう感じでまた細編みを10編んでいきます。はい、反対側も10編んできて、ここで真ん中この半分で折ってみて、半分の中でこのセットが入っているか確認して入っているので、もう片方も同じように10細編みをして、で11開けて55鎖編みで10最後まで細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じようにしてきて持ち手がつけてこれました。でもうちょっとここ持ち手のところを分厚くしていきたいので、一番最後も細編みを同じように入れて、で表を見て引き抜くので輪を大きく出して、またスッキリ見せていきます。こうして輪をかけて引き抜きしたら、立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭また裏から取って、でここからまた一つ目っていう感じで進んでいきます。で持ち手のキワまでいつもと同じように細編みを一つずつ編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のキワまで編んできたら、いつもと同じように一番最後の細編みの一つ手前、ここを取って、この状態で一番最後を飛ばして鎖編みの一つ目、ここの裏山をこう手前に避けて、向こう側を押すと2本かかっているので、ここを引き出してきて、あれは引き出してきて、で3本一度に引き抜いて2目1つにして、ここは引き締めて編んでいきます。でここにマーカーをつけて、次の段編む時はここを外して2目1つっていう感じで進んでいきます。
これで何段か編んでいこうと思います。で、鎖編みのところはいつもと同じようにこういうふうに裏を取って一つずつ細編み編んでいきます。あと3点も同じようにして何段か往復編み編んでいきます。はい、こんな感じで鎖編みの上1、2段往復編みで細編み編んできて、で、この持ち手のキワは2目1つにして2段目も編んできてました。で、一番最後の細編みをしたところで表を見て引き抜くときは輪を大きく出してすっきり見せるんですけど、一番最後引き抜き編み一周しようと思うので、最初の細編みの頭ここを手前から向こうに針を刺して引き抜きで、スルッと一つに対して一つずつ引き抜き編みをぐるっと一周していこうと思います。針を入れて引き抜き、針を入れて引き抜きで、で、この持ち手のキワも全部詰めてきたんですけど、一つずつ引き抜き編みを一周ぐるっと最後までしていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたら一番最後のところはせずに、ここで糸をカットしていつものように糸始末していきます。スッと抜いて、で、この中側も私は引き抜いていくので、ここでまた2本取りで編んでいくので束ねておいておきます。それで、またいつもと同じように最初の引き抜きの手、この目を手前から向こうに針を刺して、で、針に糸を通して糸始末していきます。こういう風にして一番最後の目を作るようにして糸始末していきます。で、この中側が裏なので裏に糸始末していきます。返し返しでいつものように糸始末していきます。こんな感じで何回かしたので、ここでギリギリで糸をカットします。で、この中側もこの表出来上がりを見てちょっと上がったところから始めていこうと思います。まあ、どこから始めてもいいと思うんですけど、上で、で、裏に糸を当てて、で、引き上げてきて次の目に針を入れて糸を巻き込んで引き抜き、ここは一つ目ということでマーカーつけていってもいいですね。マーカーつけていって、で、次の目に針を入れた時に次は糸を巻き込まずに置いて引き抜くことでここは止まっていってくれます。で、あとは一つに対して引き抜き一つ、スーッと一周ぐるっとマーカーの手前まで編んでいこうと思います。で、この角をこの根元のところに同じように入れて、スーッと同じ感じで引き抜き編みを一つに対して一つ編んでいきます。ぐるっと一周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきて、一番最後も針を入れて引き抜きで、ここで糸をカットして、で、スッと抜いて、もう反対側も同じようにしていくので、糸を束ねておいておきます。置いておいて、で、さっきと同じように、すごい静電気ですね。それで、この目を拾って、また、針に糸を通して、あ、結構ね、一回一回ひっついてくるんで、あんまりね、スヌードとか膝掛けとかには使えないかなと思って、バッグだとね、割と使いやすいと思うので、バッグばっかり編んでるんですけど。それで、あと同じように糸始末していきます。で、反対側も同じようにしていって、で、糸が残っているところをこの色別に糸始末して仕上げていきます。はい。こんな感じでもう片方も同じように中引き抜きをして、で、こちら裏なんですけど、裏も使えると思って、そちらも目をつぶさないように糸始末して仕上げてきました。で、これで表に返してサイズを測っていこうと思います。まあ、ちょっとね、表と裏、編み目が、編み地が違って面白いですよね。それで、こういう風に表に返して、ペタンとした状態で測っていきます。大体なんですけど、この中心部分で、この状態で、22.5 センチぐらいになってます。で、横幅が、ちょっとね、こう斜めになってるのはあるんですけど、20.5 センチ、21センチ、21センチぐらいですかね。21センチぐらい。で、持ち手の長さを測っていきます。で、薄手だと肩からかけれますね。だいたい35センチぐらいになってます。で、持ち手の幅が、
2.5 センチぐらいになってます。で、糸はピンクとグレー1玉ずつ使いました。こんな感じで、まあめちゃくちゃ時間かかるんですけどめちゃくちゃ楽しいので、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。